こんにちは、岡町 TV です。岡上です。はい、最近ね、カロゲンがすごい練習を頑張ってるんですよ。まあ、いや試合もよく出ててね、はい、はい、なんか、はい、見ててすごいなんか強くなってるなと思ってる思ったので、はい、僕がちょっと久々にね、カロゲンのしなさ止めをしてやろうかなと思います。はい、お願いします。どれぐらい強くなったのか、はい、僕が、はい、実際にやっぱ試合やってみないとね、見てるだけだとわからないので。そうですね、はい、まあ、自分も逆にどれぐらい岡本さん、岡本 TV さんにですね、まあ、プレスを取れるというか抗えるのかどうかっていうのを再確認したいです。はい、もういつぶりだろうね、1セット勝負。そうですね、カドさんの逆襲をリンクチャンネルの方でやってから、ああ、ぶりぐらいだ、ね、ぶりぐらいです。結構やってないので、はい、はい、なので、カドキャンに卓球やってる姿は見るんですけど、実際試合するのはね、本当に久々なので。そうですね、すごく楽しみです。はい、はい、では、早速、はい、行ってみましょう。行ってみよう。じゃあ、久々にガチ試合で5セット行きましょう。はい、
し。受けるとね、結構、いや、それでね、サーフやっぱね、嫌なんよね、俺、はい、うん、だからもうしっかり俺の嫌なところをね、そうですついてきて、しかもなストップしか狙ってこないし、うん、ドライブもね、かかってるよね、結構、まあ、でもあそこがね、もうちょっとこう、体だけでできればいいなと思う。いや
ではやっぱりそのなんだろう、1本やっぱり普段やってる人よりやっぱり多く帰ってくるし、もちろんカウンターもあるし、そうなんか1セット目結構簡単に取れて、あなんかやっぱいけるこんなもんかカドゲンと思ったので、そんなことなかったちょっと頭使いながら頑張りましたなんかね、すごい嫌なことされてね、ちょっと焦って僕もね、バックで打てばいいものをちょっと回ってみたり、ちょっとね、ちょっと悪かったなっていうところあるんですけど、うん、いやでもね、やっぱ練習してるあれだね、成果が出てる気がする、少し出たかなと思います、うん、まあ、あとこれをね、なるべく継続して練習をし続けることが本当に大事なので、はい、もっと頑張ってください、はい、僕ももっと頑張ります、はいはい、まあね、俺らの目標は打倒横山だから、はい、そうですね、ボスを倒さないと、うちのボスをね、やっつけるっていうね、はい、目標があるので、はい、ボスが死ぬまでに、そうですね、ボスが死ぬまでにやっつけましょう、はい、頑張りましょう、もうお互い頑張りましょう、はい、この動画がいいと思いましたら、はい、はい、コメントと高評価、はい、ぜひとも、そしてチャンネル登録もね、はい、絶対やってから動画を通してください、はい、お願いします、はい、はい、ではまた、ありがとうございました、ありがとうございました。